現在は返還され、沖縄県立武道館が建っている。那覇サービスセンターは、沖縄県那覇市通道にあったアメリカ軍の福利、厚生施設。沖縄返還協定での施設番号は AC6065。現在は返還され、3000名収容可能なアリーナ、沖縄県立武道館となっている。奥竹山公園と一体で、スポーツやイベント、憩いの場として利用されている。 隣接する那覇軍港から戦死した兵士に追悼のリースを投げるユナイテッドシーマン S サービスセンターの局長那覇港湾施設と道路を挟んで隣接していた米兵の構成施設。沖縄返還協定では名称は那覇サービスセンターとなっていたが、ユナイテッドセアメン S サービスクラブ通称シーイメンズクラブと呼ばれ、施設内にはバーレストラン、種類、 雑誌等を販売する売店、スロットなどのゲームコーナーなどがあった。東側の現在の大山総合運動場あたりに事務所があった。復帰前、福利厚生施設として使用開始。1972年5月15日、那覇サービスセンターと会消提供開始。1978年9月30日、陸軍から海兵隊へ移管。 1985年4月30日、道路拡幅のため約70平方メートル変換。1995年8月31日、全変換。現在、同地域には県立武道館が建設され、奥竹山公園と合わせて総合的な県民のスポーツやイベント、憩いの場として利用されている。また、シーメンズクラブは現在は、 那覇港湾施設の中に移設されている。1945年6月4日、沖縄戦で米軍がオロクに上陸。以降オロク半島のオロク村は、そのほぼ全域が米軍基地として長らく接収されていた。ありがとうございます。